ジャック・トゥイマンはアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA のシンシナティロイヤルズで活躍した元バスケットボール選手。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。1983年には殿堂入り。背番号27はキングスの永久欠番となっている。日本ではジャック・トワイマンとも表記される。ジャック・トゥイマンことジョン・ケネディ・トゥイマンは高校は セントラルカトリック高校で過ごしたが、彼は最初の3年間は同校のバスケットチームに入ることができず、プレーできたのは実質最後の1シーズンだけだったが、この短い期間で一気に上達したトゥイマンは優秀なシューターとして名を挙げた。この頃多くのスポーツ選手が集うことで有名なピッツバーグ市のメロン公園に通うようになり、ここでモーリス・ストークスと出会い、交友を深めた。 トゥイマンは、新ティ大学に進学。2年目には、中心選手として活躍するようになり、最終学年には24.6得点16点を、リバウンドを記録している。大学卒業後、トゥイマンは、NBA キャリア11年間すべてを過ごすことになる、ロチェスター・ロイヤルズから2巡名全体8位指名を受ける。ロイヤルズは、全体2位指名で、モーリス・ストークスも指名しており、 トゥイマンは少年時代を共に過ごしたストークスとチームメイトになった。ルーキーイヤーは14.4得点6.5アシストを記録。トゥイマンは素晴らしい新人選手だったが、ストークスはさらに素晴らしい新人選手で、彼は1年目からチームの花形選手として大活躍し、ロイヤルズはトゥイマンにストークス2人の新人選手のチームとなった。 トゥイマンは2年目には早くもオールスターに選ばれ、チームがロチェスターからシンシナティに本拠地を移した3年目の1957から58シーズンに記録したフィールドゴール成功率45.2%はリーグ1位となり、チームも3シーズンぶりにプレーオフに進出した。彼らは順調なキャリアを積み重ねているかに見えたが、このシーズンの最終戦で、 ストークスが試合中の事故にが原因で半身不随となってしまい引退を余儀なくされるという不幸が襲った。ストークスの引退が引き金となりチームは瓦解し将来を職望されるはずだったロイヤルズは翌シーズンはひどい不振に陥った。中心選手の多くがチームを去り、ここからトゥイマンの古軍奮闘が始まった。 ストークスが引退に追い込まれた翌九百五十八から五十九シーズンにトゥイマンは飛躍的に成績を伸ばし二十五点八得点九点八リバウンドを記録するとさらに翌九百五十九から六十シーズンにはキャリアハイの三十一点2得点八点九リバウンドを記録。得点王レースではこのシーズンからウィルト・チェンバレンが NBA デビューを果たしたため 惜しくも2位に終わったが、トゥイマンは、チェンバレンと共に、シーズンの得点アベレージが30得点を突破した、NBA 初の選手となった。戦力不足のチームの中で懸命にプレーし続けた、トゥイマンの努力が報われたのは、シーズン終了後の1960年の NBA ドラフトだった。ロイヤルズはこのドラフトで、オスカー・ロバートソンを指名。トゥイマンは、エースの座を、 この期待の名選手に譲ることになったが、彼の加入でトゥイマンの負担は大幅に軽減され、チームも上昇気流に乗り始めた。ロバートソンが加入して2年目の1961から62シーズンには43勝37敗を記録して4シーズンぶりにプレーオフに進出する。トゥイマン自身は翌1962から63シーズン以降から、 得点アベレージが20得点を割り込むようになるが、1964年にはジェリー・ルーカスが加入し、ロイヤルズは当時のチーム記録となる55勝を挙げた。トイマンは31歳となった1966年に現役から引退した。NBA 通算成績は11シーズン832試合の出場で15,840得点5,424リバウンド。 平均19.2得点6.6リバウンドだった。長年にわたって、ロイヤルズを支え続けたトゥイマーンは、キャリア通算出場試合で、サムレーシーに次ぐ、歴代2位、通算得点で、オスカー・ロバートソンに次ぐ、チーム歴代2位、通算リバウンドで、リーグ5位につけており、またキングスのチーム記録となる1試合59得点を達成している。 引退後は1960年代から70年代後半にかけて ABC の NBA 解説者として働いた。2012年5月30日、血液の癌による合併症のためシンシナティのホスピスで死去。78歳没。トゥイマンとストークスは同じペンシルベニア州の出身であり、少年時代にはメロン公園で多くの時間を共に過ごした。トゥイマンは、 そのストークスが試合中の事故で昏睡状態に陥り、24時間の介護を受けなければ1週間も生きてはいけず、またそのためには莫大な医療費がかかることを知り、知人の判事に頼んで彼の合法的な保護者となり、医療費もトゥイマンが支払うことになった。ストークスが抜け、さらに多くの中心選手が去ったロイヤルズで、古軍奮闘を続けたトゥイマンは、年にワ万ドルのチーム一の、 高級鳥となっていたが、それでも医療費を払うには不足したため、トゥイマンは昼夜を問わず働き続けた。コートの中ではダブルヘッダーとなるエキシビジョンゲームを開催して、その出演料を得るなどし、コートの外ではビジネスを展開し、ソースメーカーの仲買人として利益を上げた。トゥイマンはストークスのために様々な活動をしながらも、 本業の NBA 選手としてもチームのエースという退任を果たし、また、キャリア11シーズンのうち欠場があったのは2、シーズンのみと、この時期のトゥイマンがこなした仕事量は上記を一していた。それでも1958年にはお金が尽きたため、トゥイマンはニューヨークでエキシビジョンゲームを開催し、1万ドルの寄付金を集めることに成功し、その後も1年ごとに開催され、 多くの著名な選手が参加した。このチャリティーゲームは貧困に苦しむ選手を救済するための恒例行事となり、2000年以降は、モーリス・ストークス、ウィルト・チェンバレン、セレブリティプロアマゴルフトーナメントに姿を変えて、存続している。またストークスが、渾水状態から目覚め、リハビリの日々を送るようになってからは、毎日のように彼の病室を訪れ、また、ドイマンが行けない日は、 彼の妻がお見舞いに行っていた。目覚めた当初のストークスは言葉を発することもままならなかったが、トゥイマンとは瞬きによってコミュニケーションが取れていたという。トゥイマンは自身が現役から引退した後もストークスへの支援を続けたが、ストークスは1970年に心臓発作で亡くなった。白人のトゥイマンと黒人のストークスの関係は、 人種の壁を越えた美顔として広く人々に伝えられ、時には各地から寄付金が寄せられることもあった。ストークスの死後の1973年には二人の友情を描いた映画マウリエが公開され、トイマン役はボースベンソンが演じた。ありがとうございます。